俺が病院で勤めてるから、その同世代のね、人たちが死んでるところいっぱい見てるから、同じようなさ、同じ年齢の女の子が、ね、看護師さんで主任やってる女の子が、全身にガンがね、白血病じゃなくてなんかね、その全身に、なんか発性血管内凝固症候群って言うんだけど、血栓ができちゃって、まあガン、から来る、なんかそういうもんなんだね、全身の。 その変化なんだろうけど、それで、日に日に足が腐ってって、手足が、ね、そう DIC、手足が腐ってって、頭が脳梗塞が起きてって、だん,だん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 弱ってきて、しかもかつ、末期がんなんだよ。で、日中がね、強がってるわけ。医療従事者だから弱い姿見せられないから、俺がね、まあ仲良かったから部屋に行ってさ、まあ大丈夫とも言えないわけよ。大丈夫じゃないから。でもなんか話そらしてさ、なんか今日何見てんのみたいな感じで、話すわけ。 ね、薬の説明とかして。で、強がってんのね。で、夜、その部屋の前を通ると、本当にもう、しく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 、なんてうの、すすり泣きが聞こえるの。もうそんなのすげえ悲しいじゃん誰も大丈夫って言葉をかけられないわけよ大丈夫じゃないし、助けてあげられないから、誰も。誰も助けてあげられないしで、そういう思いをみんなやっぱ、医療の現場で働いてる人っていうのは、抱えながら仕事してるわけよ。俺もそうだけど。 だからこそ、手が抜けない。助けられる人間に対して、全力でね、やっぱ立ち向かっていこうっていう姿勢が、先生たちの中にも、まあ、看護師さんの中にも、薬剤師の中にも、こうその他コメディカルの中にもあるわけよ。だからさ、そのメディアを通して、そういう病院とかのね、イメージをさ、語るときってさ、やっぱりどこか不謹慎なところが多いでしょ。 医療事故が起きましたみたいな。ただそこだけじゃないんだよっていうの俺本当に医療従事者代表として、あの、言いたいんで、そういう番組出してください。<laughs> 本当に <laughs>。本当にさ、ネガティブなイメージばっかりメディアが伝えるからさ、金になるから。違うんだって、でも本当に。そういう思いと戦ってるんだって。じゃ、マジでマジでマジで。じゃ、本当にそうだよ。これ嘘じゃないからね。同い年だよ。同い年で医療従事者だから、あの、看護師さんの主任やってたのね、その子は。主任やってたんだけど、 わかるわけよ。自分の体に起きてる現状なんてわかるじゃん。いや、もう私長くないんだなって。しかも2歳の子供いるんだよ。旦那さんもあ、ちょっと待って、炎上させて、これは。本当にこの話、病院に勤めてる、ああ、炎上できねえ最悪ちょ、もう一回ワク取ルは一回取って。<laughs> ちこの、そんなのいっぱいあるから、マジで。そういう、 なんていうの現場で、自分の無力さに本当に打ちひしがれるとき。なんでこんなに、さ、我々、チーム、もう病院っていうのはさ、いろんな、先生だけじゃないんだよ。誰一人かけてもダメなの。なんかその、看護師さんとか、もう全部が、チームになって、医療を提供してるわけじゃん。もうすべてうまくいっても病、病にやっぱ勝てないことの方が多いのね。そういうときに打ちひしがれる思いみたいなのを、持ってるわけみんな。だからその、さっきさ、言ったさ、 その30歳くらい、俺とね、同世代の女の子の、看護師の、副長不調さんかな副,副部長さんから分かんないけどね。そのポストよく分かんないけど、ほんとお偉いさんが、その入院してきて、ね、その全身状態が悪いと、もう、ね、長年じゃないよ。突然なんかそういう病気になっちゃった、判明して、でね、劇的に体が変化してって、子供もいるし、旦那さんも毎日見舞いに来てくれてんだよ。で、そんな人はさ、もう絶対、 若いし、死ぬ気で助けてあげたいの。先生もさ、もう本当にもう、尽力をね、その、治すことに尽力して、医療を提供しても,も、叶わないわけ。で、最終的に、いろんな道筋を、与えるわけね。本当に。どうしていくか。最、最後の、余命を、どのように、過ごすか、みたいな。た、た時に、もう、緩やかに、残り少ない、人生を、本当にね、家族とし、 共にゆっくり過ごす。残り半年って言われてたから。俺が、ね、見てた時には半年だったのね。残りあなたは多分6ヶ月ぐらいしか生きられませんっていう状況で、俺はその人と抑制してたんだけど。で、その人は、その、普通に、ま、ホスピスみたいなところで家族とゆっくり過ごして、痛みだけ軽減して無駄な治療をせずにやっていくか、超高度。 超高度な病院に転院して0.00001%の本当に奇跡を信じて病と戦っていくか超苦しいけどね。どんな治療も受けるし、ものすごいお金もかかるし、どっちを、あの、なんとかさん、本当にあなたの好きなように、生きた方がいいと思いますって言ったので先生は、俺そこの、そのムンテラに入ってたの、仲良かったから先生入らせてくださいってって入ってたんだけど、もうあなたが、 本当に、もうあなたの人生なんで悔いのないように、もうどちらか選んだ方がいいと思いますって言った時に、その女の人は、やっぱ私は、あのー、子供もまだ若いし、絶対まだ死にたくないって言ったの。絶対に死んでくれってな泣きたくながら言ってたのね。もうそんなもんもう全員泣いてる俺も泣いてるし、先生も泣いてる俺今でももう、涙目になってるけど、もう絶対に死んだくないって言ったの、その人は。ね、俺もその方がいいと思うって言ったのでやっぱ、最後の最後までね、じゃ人間、死にたい人間なんか絶対いないからね。 その、こんなに苦しいんだったら死んだ方がマシだっていうのはあるだろうけど、生存権ってやっぱさ、何よりも大事にされる。で、法律で歌ってるぐらいだから、やっぱ死にたくないんだよ、みんな。命って一番大事じゃん。だから、私は、どんな可能性低くても、その可能性を信じて、立ち向かって治療していきますって言って、すっごいその、高度なね、病院に転院してたの。で、あの、ま、残念ながら、多分半年経たずに死んじゃったんだよね。死んじゃったけど、旦那さんからそうやって、先生が、あの時、ちゃんと、 なんていうの悔いの残らないような道を教えてくれたおかげで、その妻もしっかりなんか最後までね、悔いなく生きれたと思いますって言って、そういう世界なんだよ、本当に。